はい、おはようございます、ただいま朝の5時ですね、ここは臨空タウン駅なんですが、見ての通り雨が降ってまして風がすごい強いです。今日はですね、ここから始発電車に乗ってね、関西空港の方まで行きまして、飛行機で新千歳まで向かいたいと思います。まさかね、電車が止まってるってことはないと思うんですけど、行ってきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございます。今回の北海道旅は北海道の南側日照半島を V 字に回り、日本の最東端の納沙布岬を目指す北海道半周旅に出発いたします。で、今回の行程はまず新千歳空港からレンタカーで日高、新冠、そして桜並木で有名な伊十県道路を経て襟裳岬を目指します。襟裳岬からは広尾、そして一旦太平洋から外れて大気、帯広へ向かいます。帯広からは白糠、釧路、厚岸、再び太平洋側に沿って浜中、根室、そしていよいよ日本の最東端の納沙布岬と4日間かけて800キロを巡ってまいります。途中襟裳岬や帯広、釧路、根室など、それ以外にもたくさんの名所見どころに立ち寄りながら北海道の大自然を体感してまいりたいと思いますので、どうぞ最後までご視聴よろしくお願いいたします。
はい、では出発です。よいしょ、左ですね。さあ、まずはですね、今日の目的地えりも岬なんですけども、だいたい200キロぐらいの距離です。で、今日はですね、あまりね、立ち寄る場所を決めてないんですよね。で、まずはですね、ここから南の方36号線を南下して、太平洋側にね沿ってずっと行くんですけど、今日はね5月の7日で桜がね見頃なんじゃないかなということで、桜の名所のね20軒道路というところにまずは立ち寄りたいと思います。はいはい、出発して10分15分ぐらいなんですけどね、ちょっと立ち寄りたい場所を見つけました。ウトナイ湖、苫小牧市のね湖なんですけど、道の駅がねあるらしいんでね、ちょっと立ち寄ってみましょう。裏手にはこのように宇都内湖が広がってます。湖畔の方までねちょっと歩いて行ってみましょう。はい、湖にはですね白鳥が飛来してきてます。まあ、他にもですね四季折々いろんなね野鳥が数多く見られる湖です。まあ、北海道はねこういった野鳥が飛来する湖っていうのはたくさんありますけどもね。売店でね豚まん買ってきました。これね、あれ、養豚場の娘が作った豚まんっていうね、なんかポスターが貼ってあって美味しそうだなと思ってね、ちょっといただきます。こんな感じですね、うまそうです。去年もですね北海道旅に行ったんですけどね、同じ時期です。5月のゴールデンウィーク明けなんですけども、去年はですね釧路出発で網走、それから宗谷岬を目指して留萌の方へ降りてくるという、今回とはね逆パターンの半周旅でした。で、今回はですね、南側をずっとぐるっと V 字型に回っていくんですけど、前回よりもね距離数は少ないですね。前回が1100キロほどでしたけど、今回はね予定では700キロぐらいになる予定ですね。向川町に入りました。人口が7000人程度の町ですね。シシャモが有名らしいですね、先ほど調べたんですけどね。向川町はですね胆振振興局の一番東の端になりますね。で、向川町を越えると日高振興局になります。で、北海道はですね広いですから14の振興局からできてるんですけど、この胆振振興局の東の果て向川町で JR の日高本線もね、今は終点になってますね。もともとはね日高本線ですから日高、それから様にまでつながってたんですけど、かつてね高潮の影響とか台風でですね廃線に休止になって、その後廃線になってしまってですね、線路はね様にまでまだ残ってるらしいですけどね。さあ、門別競馬場がね左手に見えてきましたけど、日高町です。馬の生産で日本一なんですけど、国内の約8割の生産馬を担っている町です。競走馬のね生産で有名ですけど、かつてはですね軍馬を生産したというね歴史もあるそうですね。前のトラックすごいな。これよくね北海道の農場で見かけますけど、
道の駅がねありましたんで、ちょっと立ち寄りましょう。すごいな、フェラーリのエンブレムみたいや。はあ、さすが馬の街。さあ、1時間半ぐらいね、休まず運転してきましたんで、ちょっと休憩入れましょう。はい、道の駅サラブレッドロード新カップ町に到着いたしました。さあ、名馬のね生産地だけあって、このように数々のね生まれた名馬がこのように記されてますけども、すごい数やな。はい、はあはあ、レコード館っていうのがあるらしいんですよね。レコードの街でも有名らしいですね。このようなね馬のモニュメント、モニュメントというか記念像ですね、ありますね。大成高校ですか。まあ、僕はねあまり競馬が詳しくないのでそんなにわからないんですが、数々のねサラブレッドたちがここから輩出されたというんですね。さあ、ここからですね国道をそれまして、北の方へ約10キロぐらいですかね、桜並木見に行きますよ。20軒道路ですね。まあちょっとね時期は過ぎ去ってる感があるんですけどね、まあ行ってみましょう。さあ、この辺りは牧場だらけですよ。ねえ、北海道らしい景色ですわ。はいはい、到着しました。ここがですね20軒道路ですね。東西7キロにわたってね、まっすぐな道に桜並木が広がっています。まあやっぱりねもうちょっと遅いかなっていう感じですね。でこの20軒道路なんですけどもね、この20軒っていうのは地域の名前ではなくて道路の幅の単位なんですよね。約36メートルある道路ということですね。で作られたのは明治時代、皇族たちがですね牧場を視察するためにこの道路を作ったという、まあ、そういうね由来があるんですね。はい、国道まで戻ってまいりました。静内町ですね。あ、新日高町ですね。人口2万人ぐらいの町ですね。さあ、まあ、襟裳岬までまだ100キロもありますよ。頑張っていきましょう。あるようなんでちょっと立ち寄ろうかな。ちょっとお腹も減ってきました。道の駅三井市ですね。ということはまだ新日高町か。結構新日高町は距離ありますね。特別寒い感じですか。寒い。美味しいね。じゃあいただきます。
うん、いやお腹いっぱいですわ。あのね、いいおばちゃんでね、つぶ貝サービスしてもらいまして、結局13個ぐらい食ったんかな、大きなつぶ貝ね。でお蕎麦もね、大盛りにしてくださって、ほんまにもう晩ご飯いらんぐらいね、ということで、お腹も落ち着いたということで出発しましょう。はい、様に町入りました。人口約4000人の町です。日高本線のかつて終着駅、様に駅があるんですけど、そこがですね、現在観光案内所になっているみたいで、ちょっと立ち寄ってみたいと思います。はい、到着いたしました。ここがですね、日高本線のかつての終着駅、様似駅です。現在は観光案内所になっております。まだね、線路はこのように残ってますけど、列車は入ってこないわけですよ、ね、え、はい、ちょっと国道からそれましてね、旧国道って言ったらいいんですかね、あの海沿いの方へ回ってきました。この先にね、北海道の耶馬渓と呼ばれる、まあ蝦夷地の難所と言われた箇所があるので、ちょっと行ってみたいと思います。ちょっとね、これも飛びましてですね、ルラン別不動の終局アポイダケジオパーク。はい、ここはですね、プレートの境界にあたる場所です。これね、大岩があるんですけどね、上の片麻岩と下の核戦石を巻き込んでですね、ぐるっとロール状の地層をね、形成してるんですよね。まさにここが北米プレートとユーラシアプレートの境界だということが分かりますね。旅人が恐れた東蝦夷地最大の難所と書いてますね。まあ、あの大分にですね、あの耶馬渓っていうのがありますけど、まあ、そこと一緒でね、難所と言われてるから、道路をね、江戸時代に作ったんですね。はい、ちょっとですね、トイレ休憩と買い物ね、してまいります。さあ、襟裳町中心エリアに入りましたね。多分この辺が中心エリアだと思うんですけど、襟裳町はですね、人口4000人程度の町です。昆布がね、有名ですよね。北海道全体、南側の地域というか、全体的にね、昆布量が盛んですけどもね。もうちょっとですよ、襟裳岬まで頑張っていきます。さて、北道それてですね、襟裳岬の方へ入ってきましたけど、雰囲気が変わってきましたね。景色が全然先ほどと違いますよ。
天気がですね、さっきまで曇ってたんですけど、急にね、太陽出てきましたわ。すごい広大な景色が広がってます。到着いたしました。森進一の歌で有名ですけど、何もない春というかね、そういうフレーズが頭に浮かびますけどね、まあ、何もないことはない。この絶景がありますからね。さあ、それではね、あの襟裳岬の突端まで歩いて行ってみたいと思います。襟裳岬のね、突端部に到着いたしました。いやー、絶景が広がっております。時刻がですね、5時20分。見ての通りね、ちょっと太陽がね出てきましてね、さっきまで曇りやったんですよ。襟裳岬に入ってからね、太陽が出てきまして、よかったです。でね、風も今日はそんなに強くなくてね、穏やかな天候ですね。はい、ゼニガタアザラシというのがね、この襟裳岬では見れるらしいんですけども、ちょうどねこの5月といったら出産時期ですね。ちょっとね肉眼では見えないと思うんですけど、望遠レンズでね覗いてみましょうか。わあ、これすごい道やな。これ行けるんかな。すごいぞこれは。見てください、すごい絶景が広がってます。